おお。たかし。いいじゃん。夢。いいですね。すごいすごい。寄ってけ。あ、いいです。お茶飲んでけ。あ、いいです。五郎さんの家に、うん。はい、お願いします。入りたいと思います。中に入るとですね、ストーブがありますよ、真ん中に。お、ストーブが。はい、どんなストーブですか？はい、なんていうんですかね、硬いです。材質とかじゃなくて、硬さなんて聞かねえだろ、ストーブの。四角くて、なんか黒いですね。全然わかんない。後で見てください。レポートしろよ。五郎さんの家をリポートしていると、妙な親近感を感じたんだとか。僕が30歳の時上京してきて東京住んできた最初の家っていうのが築60年の家で、もう風呂エアコンなしのほとんどね似たような家に住んでましたから僕。で本当にネズミとかも出たしね、家に。弁当机の上に置いてた唐揚げ弁当、ちょっとよそ見してみたら唐揚げなくなってんの。ネズミに持ってかれてんの。ネズミってバイ菌持ってるから危ないって聞いたのよ。だからさ、夜寝てる時かじられたら困るでしょ。考えて夜寝てね、電気消えて布団入った時ににゃーにゃーって言って身を守ってた。おめんちのレポートいいんだよ。五郎さんちのレポートしてくれよ。